皆さんこんにちは、サンディです。今日はですね、結構前にも聞かれて、で前回の動画でも聞かれたんだけど、どんなブラシどんなスポンジ使ってるのっていう質問で、私も結構もう引っ越す前からっていうか、もう2ヶ月前ぐらいかな、だいぶ前からこの動画をやりたかったんだけど、まあ結構海外 YouTuber とか見てる方は知ってるかもしれないけど、あの有名なメイクスポンジ、ビューティーブレンダーだったかなっていうのがあるんですけど、これはなかなか日本では手に入らないもので、全然もう売ってる人もあまりいないし、売ってても多分定価よりだいぶ高く売ってる方がいるんじゃないかなと思います。このビューティーブレンダーもなんと偽物も結構で回っていて、それもあるからちょっとね、買うのがちょっとね勇気が欲しかったりするんだけど、だけど私はね、日本でもこういうスポンジはないのかなと思って、いろんなスポンジを今まで買ってきて、その中でこれはいいっていうものを紹介していきたいと思います。では始めましょう。で、だいぶ前から、チュートリアルとか見てくれてる人たちはちょこちょこ見てるかもしれないけど、ピンクのね、いつも最近何ヶ月前から、もう今汚いけど今日使ったんで、このピンクのスポンジをよく使っています。あとはその前はリアルテクニックスっていう、これは海外のメーカーのものになるんですけど、オレンジ色の、メイクスポンジを使っていました。でそれがね、これになります。ただこれはもう使ってないのは、まずもう結構、古くなったのと、あと一応ね、保存場所として私は結構まあ普通にポイポイ置くのは嫌だなと思ったから、スポンジ用にこれを買いました。でここに、キッチンペーパーを引いて、ここに保存して蓋をするように、保存してました。洗ってからね、もちろん。だけどこういうスポンジっていうのはやっぱり乾かないといけないから、締め切ったものに置くとやっぱカビが生えてきちゃったりしちゃって、それがどうやってわかるかっていうと、黒い点々とかが出てきたりします。なのでこういうスポンジとか使う人は、ちゃんとね、換気のいいところに置くとおすすめです。なので私は、まあ洗面所に結構置いてます。今は洗うのは、まあ、いろんなね洗い方があるし、いろんなメーカーの、まあ、スポンジの洗剤だったりとかいろいろあったりするんだけど、私は普通のっていうか、今は使ってるのは、タイからのお土産で、なんかオイルが入ってる石鹸を使ってこういうスポンジを洗っています。でまあこれはね、別で動画を結構前に撮ったんですけど、本当に膨らむっていうのをね見せたくて、別で撮っています。でこれに関しては、こういう、箱に入ってて、でまあ正式な名前はまたここの下に多分今載ってると思うんですけど、でこれはねすごく安かったです。ビューティーブレンダーは多分20ドル25とか、まあもっと高いものもあるしね、セットものだったりとか、ビューティーブレンダーのちっちゃいバージョンの緑のやつもあるし、まあいろいろあります、黒とか白とか。だけどあれはもう結構もう20ドル超えは結構普通だったりします。で日本に送ってきてもらう、まあセフォラとかで売ってるんですけど、通販もあるからね。セフォラは知らない人は、一応なんだろう、メイクのブランドとかいっぱい取り扱ってるお店が、セフォラっていうお店があるんだけど、それも通販やって日本にも送ってきてくれる。だけど悪いとこは、全部送ってきてくれるわけじゃない。セール品でも全部が全部ね日本に送ってきてくれるわけじゃないみたい。まあただああいうので買うとやっぱり送料だったりとか、まあ税金とかもいろいろあるので、やっぱまあ20ドルよりもかかってきちゃう。だけどこれはね550円で、まあ多分まあここで消費税入れたりなんやりで、まあでも600円ぐらいとか、1000円もしません。でただこれがね、まあネットであれば下にリンク貼っておきます。なかなかないんです。これ買ったのも雑貨屋で買いました。なのでなかなか見つからないんだけど、まあこれと
あともう1個あって、お店セルレだったかな、セルレでたまたま見つけたのがこれで、前に調べた時はなんか豆腐だかっていうスポンジもいいっていうのがなんか見たんだけど、その豆腐ってやつも通販じゃなかなかなくて、売り切ればっかりでなかなか見つからなくて買えなくて、でたまたまセルレで、確かこれはアウトレットの中に入ってるセルレで見つけたのがこれで、1個はもうないんだけど使ってるから、で今1階にあるんだけど、まあ動画でも見てもらってるようにちゃんと膨らむやつです。で私特徴を見たのが、そうこれとこれの同じっていうのはラテックスフリーっていうことで、多分ラテックスアレルギーの人もいると思います。痒くなったりとか、まあ、ブツブツ出てきたりとか、まあ個人差あるんですけど、逆にラテックスが大丈夫だったりする人もいると思います。だけどこの2つに関してはラテックスフリーです。でまあこれもこれもだけど、まあ膨らまないんだろうなと思いつつ、でももしかしたらっていうことで買ってみたら膨らんだっていうものになります。前には買ったのがね、まあもちろん100均とかでも今はなんだっけ、水なし、水用、なんか療養みたいな感じで売ってるものが結構あって、カラーがねすごい可愛いんですよね。ここら辺のがもう100均のダイソーだったりセリアのものでいろいろ混ざってるんだけど、色がすごい可愛いんですよね最近のって。でもこれはこれで水に濡らして使ってもありだと思います。ただまあ膨らみはしないかな、ほとんどはね、ほとんどっていうか私が試したのは膨らまない。でこれも結構前に買いました。これはフォーエバーで買ったんですけど、これはラテックスのものだと思います。なぜかっていうと、まあ硬いです、すごく硬いです。なので膨らまないし、まあ、見てもらっても分かるように、これに関しては洗ったんだけど全然落ちないんですよね、落ちないし。でこれが今売ってるフォーエバーのスポンジと同じかどうか分かんないです。形と色が同じでももしかしたらねもう改善されたかもしれないけど、これは多分 2,3 年前に買ったやつで、いつかこういう動画やろうと思ってて撮っておいたものです。でこれに関しては別にカビは生えてないので大丈夫ですけど、まあこれはもうゴミ箱に行きたいと思います。ただこれはおすすめしません。たまにね使ってる人いるけど、まあまあこれは多分まあ個人ね意見は違うと思うんですけど、私はおすすめしません。あとは、多分ね今出てるやつで似たようなのってダイソーで出てるのもあると思うんですけど、これはね実際使ってないからわからないけど、なんかいろんなレビューを見てると結構硬いっていうんで、多分これと同じような感じじゃないかなと思います。でまあ総合的に比べて柔らかさで言えば、まあリアルテクニックスはすっごい柔らかいです。これは本当に海外ではもう評価高くて、安い割には結構ビューティーブレンダーと結構いい勝負できてるっていうやつで、でこれとこのピンクの方これを比べるとやっぱりこっちの方がちょっと硬いよねって感じです。でこっちもこっちでまあちょっと硬いけど気持ち硬いぐらい、でも全然使えるし、ね普通にファンデーションだったりとかコンシーラーをつけてるときにそんなに硬くは感じない。だからこれに比べると全然なんかもうこれ音わかるでしょ、この感じすごい硬いんですよ。なのでこれは好きじゃないでまあこんな感じでね、ささっとこのスポンジのものを紹介したいと思ってこの動画を作ってみました。で結構ねこういうの気になってる人が多分多いと思うんだけど、まあブラシとスポンジ何が違うのっていうのは、まあこれ本当に好みだと思います。最終的にはね、つけ心地的には多分個人個人意見が違うと思うんだけど、私的にはスポンジは何だろう、なんか筆でできるような線とかを残さないから、そこはいい感じにぼかしてくれるものだなとは思います。あと余分なお仕事も省いてくれる、例えば
まあ、ブラシでやると余分なのがあるから、結局こういうスポンジとかでね余分なの取ったりしないといけなかったりするから、まあ、それは一気に1回でできるっていうのがすごいいいなと思います。で、あとはなんだろう、じゃあ100均のやつでできないのってわけではない。これ100均のやつでも十分使えます、使えるし、うん、全然これはこれも好みだし、見つからないなら全然これでもできると思います。まあ濡らして使ってもいいし、濡らさないでね、濡らさないで使う場合には、まあ余分なものを取るために、うん、使えばいいんじゃないかな。多分乾いたままだとただただあのファンデーションが中に染み込んでいくだけで全然広げてくれるというのは多分少ないと思う、うん、私が使っててそう感じました。でこんな感じでね、まあ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 、でちなみに、あ、そうそう忘れてた、もう一回言います。こっちがね、こっちにここに書いてあるのは550円で、こっちは、6個入りで480円ですプラス税金なので、でこっちに関してはセルレで、売ってたものなので、多分もうちょっと安くなってた気がします。なのでまあセルレ行ける人はちょっと行ってみて、これいいよおすすめします。そんな感じで今日の動画終わりです。